TDN-1 有人飛行中の TDN-1TDN-1 は第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で開発された無人航空機である。アメリカ合衆国海軍の海軍航空省が飛行爆弾として開発を開始した。1942年から1943年にかけて開発と テストが行われ設計はそこそこ成功したが、より進歩した無人機の開発が視野に入り、完成時点で2 0 0 9級の機体とみなされた TDN-1 が作戦に用いられることはなかった。1940年代前半に実現した電波高度計やテレビジョンの発達は無線操縦の爆撃機や雷撃機の実用化の可能性をもたらした。 1942年1月、海軍航空省は、無人機の開発を開始し、2月に、実機の製作が承認された。3月に、ジョニエスキーンを、プロジェクトマネージャーにして、誘導システムに、テレビジョントレーダーを使用する、航空機100機の製造計画が決定された。製造が決定された、TDN-1 は、木造の機体に3本の固定脚 飛行試験のために通常のコクピットの増設スペースを確保したものであった。従来の航空機の生産等の戦時中の優先度の高い計画を阻害しないために軍需品の生産に関係ない企業が生産に動員され、最後の30機はミシガン州のボーリングのボールやビリヤードのテーブルを生産するブラインズウィックで生産された。 1942年3月、100機が発注された。簡素で、低性能な機体であり、性能も実証されていたにもかかわらず、無人機としての作戦に用いるには、複雑かつ効果であると考えられた。TDN-1 に代わり、より先進的な無人機インターステートエアクラフトエンジニアリング TDR-1 の開発が進められることになった。 生産された TDN-1 は試験機、連絡機や練習機として用いられ、何機かは標的機として使用された。練習空母セーブル上の TDN-1 出展、TD シリーズハット ABC ゲーベル、グレッグ・ザ・エアリアル・トープド、クルーズ・ミサイルズ・ベクターサイト、2010年11月18日閲覧。パーシュ。 アンドレアス、インターステート b 9 4 TDR。ディレクトリオブ・ US ミリタリー・ロケッツ・ミサイルズ、アペンディックス1、EARLIMISSILESANDDRONES.ODESIGNATION-SYSTEMS.net。2010年11月17日閲覧。ネーバルアビエーションニュース。 ボリューム5 5 P12 トリンブルウィリアム F ウィングスフォーザネービーエイヒストリーオブザネーバルエアラフトファクトリー1917から1956アナポリス MD ネーバルインスティチュートプレス P263 ISBN 9780870216633ニュークムローレンス R アンマンドアビエーション A brief history of Armand Arial Beacrews, Reston.Virginia, American Institute of Aeronautics and Astronautics, ISBN 978-1563476440,http://books.google.com/.books, id, イコール FKKDPM7 回 7bitMC& ピコグラムイコール PA8V イコールオネパゲ &Q&F イコールフォルス2010年11月17日、閲覧。カニングハム、ウィリアム・グレン、ザ・エアクラフト・インダストリー、エースタディ・インダストリアル・ロケーション、ロサンゼルス。 LL モリソン、ACB0007DXJL に、http コロンスラッシュスラッシュブックス。google.com スラッシュブックス。A イコール A33 リッター TPG6、JSG88 が、0UHC＆ カラットイコールリザルト ＆ID イコール4 u ママジュ ＆TQ イコールネーバルエアクラフトファクトリー、TDN＆Q イコール TDN サーチアンカー。 2010年11月18日閲覧。A.B. ザ・ローガ、スティーブン、アンマンド・エアリアル・ビークルズ、ロボティック・エアー・オーフェア1917から2007、ニュー・バンガード144、ニューヨーク、オスプレイ・パブリッシング、ISBN978 から1から846032431、84 http://books.google.com/.booksid イコール R92M0Z9G4C& プリンゼックイコールフロントカバー &DQ イコールアンマンドエアリアルビークルズロボティックエアーウォーフェアプラス1917から 2007&HL イコール EN& サイコール X&A イコール T4 アタックオンタイタン 6Y5 のオポニー王子サンディ d ンバッグベッドイコール 0ACD096 アエワー V イコールオネパゲ Q="tdn-1&f="force".2010 年11月1 f 日閲覧 a b c f a s h a n d r e a s td シリーズ .directory of us-military rockets and missiles,appendix1,earlimis,silesanddrones.odesignation-systems.net 2010年11月18日閲覧。トリンブル、ウィリアム F、ウィングス・フォー・ザ・ネイビー、A History of the Naval Aircraft Factory 1917から1956、アナポリス、MD、ネイバル・インスティチュート・プレス、P267、ISBN9780870216633。ありがとうございます。